皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の30日目です。では問題を見ていきましょう。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、マイナス8、引く、プラス2、この引き算、足し算に直してここを足すにすると後ろの括弧の中の数字の符号が変わりました。マイナス8足すマイナス2、こうなりましたね。そうすると負の数同士の足し算なので共通の負の符号マイナスを書いて絶対値、数字の部分を足し算しました。8足す2は10ですから答えはマイナス10、こうなりましたね。丸2、マイナス5分の2引く5分の4、これ括弧がついていないんですけど負の数同士の足し算ですね、ですから共通の符号マイナス負の符号をつけて5分の2と5分の4を足し算します。足し算すると5分の6ですから答えはマイナス5分の6になりますね。括弧2番です。次の計算をしましょう。丸1、マイナス7かけるマイナス9、負の数同士の2数の掛け算は正の数になりましたからプラスですね。そして数字を掛け算、引く63ですからプラス63、これが答えです。このプラスの符号は省いて63だけでも構いませんね。丸2番、3分の1かけるマイナス4分の9、3分の1というのは正の数ですね。正の数と負の数をかけると負の数になりましたから答えには負のマイナスの符号をつけて、この数値同士を掛け算しますけれど分数約分をします。こうなりますね。ですからマイナス4分の3、これが掛け算の答えです。丸3番です。マイナス5かけるプラス29かけるマイナス20です。この掛け算の中に負の数がいくつあるか見るとマイナス5とマイナス20と2個ありますね。掛け算の中に負の数が偶数個ある時には答えは正の数になりました。ですから正の符号をつけて掛け算、ちょっと交換法則を使って順番を変えますね。5×29ですね。こうなります。これは 5×20 は100ですから 100×29 なのでプラス2900と、これが答えです。括弧3番です。次の式を指数を使って類乗の形で表しましょう。こうなっています。丸1番、マイナス9かけるマイナス9かけるマイナス9、マイナス9を3回かけているので括弧してマイナス9括弧閉じて、この右上部分に3を書いてマイナス9括弧の3乗、これが指数を使って類乗の形に表したものです。丸2番、4分の3かける4分の3、分数同士の掛け算、4分の3を2回かけています。分数の場合はこの分数を括弧の中に入れて4分の3と書いて括弧の外側に2回なので2乗、ね、4分の3括弧の2乗、このように書きましたね。括弧4番、次の計算をしましょう。今度は括弧3の逆ですね。計算をするんですね。丸1、括弧マイナス2括弧の3乗、これはマイナス2を3回かけているということですね。マイナス2かけるマイナス2かけるマイナス2、負の数を奇数個かけるので答えは負の数になります。ですからマイナスをつけて、あとは 2×2×2、 8ですね。ですからマイナス8がこの答えです。丸2、括弧マイナス2の2乗括弧と、この括弧の中に2乗がついているときにはこれマイナス2、2乗の2乗ですね。マイナス2の2乗と、こういう
意味なんですね。この場合は前回も説明しましたようにマイナスをつけて2だけを2回かけましょうと、こういう意味でした。ですから答えはマイナスの4となります。これをマイナス2かけるマイナス2と間違える人が多いので、この部分はしっかり覚えておいてください、ね、括弧の中で2乗の時にはこの意味だと、ね、2だけを2乗するんだよと。ですから答えは負の数になるということです。括弧5番、次の計算をしましょう。今回初めて出てきます正の数と負の数の割り算です。丸1プラス18割るプラス2、この正の数同士の割り算、ね、2数の割り算は答えは正の数になります。プラスですね。そして数字を割り算します。18割る2、9ですからプラス9が答えです。もちろんこのプラスを省いて9とだけ書いても構いません。丸2番プラス6割るプラス3、これも同じですね。6割る3をやると2なので、こちら足すの符号を省いて2とだけしておきましょう、ね、2です。プラスの符号は省きました。丸3番マイナス35割るマイナス5、負の数同士の割り算、ね、この場合も答えは正の数になります。で35割る5をやると7ですからプラス7、これが答えです。丸4番マイナス12割るマイナス3、同じように負の数同士の割り算、答えは正の数になりますね。12割る3をやると4ですからプラスの符号を省いてこちらは4としておきましょう、ね。ここでも気づいたと思いますけれど、同符号同士の2数の割り算、これは掛け算の時と同じように答えは正の数になる。今日はこのことを覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。